今日は、佐賀大学に来てます。緑が綺麗な佐賀大学です。まあ、僕の母校です。僕の母校の理工学部は、いや、正確に言うと数学科なんで、そうですね、数理学科が僕の出身校です。まあ、もちろん、当時の先生はいらっしゃいませんですが、いろいろこれから勉強をさせていただくにはもってこいの学科だと思っております。またシティナウアジアさん、こちらとのお話も少しさせていただきました。アジア一の、プラットフォームを作るという意気込みで会社を設立されているようです。まあ、これから AI、IoT、まあ、ブロックチェーンといろんな技術を活用しながら仕事も進めていくことが一つ大事なことかなと思います。私も元はシステムエンジニアなんで、まあ、現在の AI、IoT についてそこまで詳しくいいわけではないですけど、まあ、これから仕事するにあたっては AI、IoT をフル活用して皆さんにお見せできるものをクリエイティブにしたいと考えてます。さあ、佐賀大学も駐車場が200円と有料になりました。以前は無料でしたが、まあ、これはこれでいいんじゃないかとは思ってます。さあ、佐賀大学も素晴らしい勉強をする箱はあります。だから私たちは勉強することはできるんです。いくらでも勉強できます。特にシステム開発、 AIoT の開発についてはコロナに負けない仕事ができるんではないかと思っております。いい仕事ができることを願い、これから頑張っていきたいと思います。それでは今日はこれくらいで終わります。ごきげんよう。